マリア・バレフスカ、マリア・バレフスカ、マリア・バレウスカフランス語、マリエ・バレウスカ旧姓・ラクセンスカ1786年12月7日から1817年12月11日は、ナポレオン一世の愛人として知られる人物。はじめは、ポーランドの名門貴族、バレフスキ伯爵の妻だった。1八十六年、マリアは、ポーランド、ボビチ付近の村、ブロドノで、 ポーランド貴族、ボンチニスキ、ラクセンスキー家の四人目の子供として生まれた。父は、マテウシュ・ボンチンスキ、マッテッシュ・ラクセンスキー、母は、エヴァ・ザボロフスカ、エヴァ・ラクセンスカ・ザバーブスカ。ボンチニスキ家は優緒正しい名門貴族だったが、五人の子供たちを抱え、生活は苦しかった。これには、1772年の第一回ポーランド分割で、 ほとんどの領地をプロイセン王国に取られてしまった子が大きく影響していた。しかも、ポーランド義勇軍に入っていたマリアの父マテウシュ・ウォンチニスキは1794年にマチェヨビーツへの戦いでロシア兵に殺された。これを機に、ますます一家の生活は苦しくなっていった。このことが後のマリアの強い愛国心になっていったと思われる。マリアが16歳になった時、 美しく成長した彼女を見たアナスターシー。コロンナ・バレフスキ・伯爵が、ボンチニスキ家の借金を肩代わりする代わりに彼女と結婚したいと申し入れてきた。バレフスキ・伯爵はそれまでに二度妻と死別していた。結局、マリアの母のエヴァは家を救うために、この結婚を承知した。しかし、バレフスキ・伯爵はマリアより四十六歳も年上で、この時六十二歳であり、 すでに成人した一番下の孫娘でさえマリアより六歳、年上だった。この縁談にショックを受けた彼女は肺炎になった。1804年6月18日、マリアはバルフスキ伯爵と結婚した。1805年の6月13日、マリアは長男のアントニオ出産した。不幸な結婚をした彼女は、信仰と愛国心に心の慰めを見出していたようである。 やがて彼女に大きな転機が訪れる。1806年12月18日にナポレオンがワルシャンを訪れた。ナポレオンとフランス軍はポーランドの救い主として熱狂的な歓迎を受けた。1807年1月7日、フランス外相タレーラン主催の舞踏会にマリアは夫と共に出席しナポレオンと出会った。美しい白爵夫人にナポレオンは一目惚れした。 マリアには、タレーランやその息子のシャルルド・フラオも好感を抱いていたようである。ナポレオンは早速、花束や手紙を送らせて、彼女に求愛したが、信仰心が強く低粛な彼女はこれをことごとく無視した。しかし、ナポレオンにポーランド復興の期待をかけた、最後のポーランド国王スタニスは不二世の老い、ユゼフ・アントニ・ポーニアトフスキや他の多くのポーランド人たちが、 バレフスキ伯爵の屋敷を、ほう、ポーランドのために、ナポレオンの求愛に応えてくれるようマリアに頼んだ。夫のバレフスキ伯爵も承諾し、彼女はナポレオンの愛人になった。自ら愛人になることを望んだわけではなかったが、次第にマリアはナポレオンを本当に愛するようになっていった。彼女は穏やかでつつましく、 欲がなく純真な性格で、ナポレオンもそれまでの愛人たちとは違う彼女を深く愛するようになった。マリアとのことを聞いて、急遽ポーランドに向かったジョゼフィーヌをすげなく帰させるほどだった。ナポレオンは彼女をポーランドの妻と呼んだ。1808年の4月から、二人は東プロイセンので6週間を共に過ごした。1809年9月に、 マリアから妊娠を告げられたナポレオンは、自らの生殖能力に自信を抱き、ヨーロッパ君主の巫女たちと縁組みすることを考え始めた。エレオノールドニュエル、部下かつ妹、カロリーヌの夫、ジョアシャンミュラとも関係を持っていたの時とは違って、間違いなく、今度は、ナポレオンの子供だったからである。ナポレオンにはっきりと告げられなかったものの、マリアは、 彼がジョゼフィーヌと離婚するつもりでいることに気づいていたらしい。しかし、自分とナポレオンとの先行きに何か不安を感じたらしく、たとえあなたが私を愛さなくなっても、私はあなたを愛していることを忘れないでいてと掘らせた金とエナメルでできた指輪を送った。その指輪には自分の髪の毛も一筋巻きつけていた。マリアの不安は的中し、ナポレオンは、 ジョゼフィーヌと十二月に離婚した後、オーストリア王女マリー・ルイーズと結婚するつもりでいることを知った。マリアは彼の計画の邪魔になっては、とポーランドに帰った。ナポレオンは自分の野心のためにマリアを捨てたのであった。1810年四月二日にナポレオンとマリー・ルイーズは結婚した。念願の王室との縁組をしたナポレオンにはマリアに関わっている暇はなかった。 一方、マリアは、同年5月4日、息子、アレクサンドルを出産した。この子供は、バレフスキ伯爵の子供として認知されることになった。1812年、バレフスキ伯爵の妻でいることが苦痛で耐えられなくなっていたマリアは、7月18日に裁判所に、離婚要求の書類を出し、それが8月23日に認められて、夫と離婚した。しかし、 晴れて自由の身となっても誰とも結婚しようとはしなかった。彼女が愛しているのはナポレオンだけだった。その後、ナポレオンの兄弟姉妹たちとナポリで過ごしたりしたこともあった。彼らは皆マリアに好感を抱いた。1813年の春にはジョゼフィーヌからマルメゾン城に息子のアレクサンドルと共に招待された。彼女はこの対面に気が進まなかったが、 ジョゼフィーヌは彼女の人柄に非常に好感を抱き、それからは二人に贈り物をするようになった。ジョゼフィーヌは後にマリアについて彼女の次女のアブリオン夫人の回顧録によると本質的に性格が良く優しい彼女から何も苦痛は与えられなかったと言っている。1814年4月6日に皇帝を退位したナポレオンを心配したマリアは4月13日に コンテーヌブロー宮殿に駆けつけた。彼女はナポレオンの部屋に通されるのを朝から夜までずっと待っていた。しかしナポレオンは部屋で毒薬自殺を図りぐったりとしている状態であった。ついにマリアは諦め自分の姿が人に見られてはと黙って帰っていった。同年8月31日にはナポレオンに呼ばれてエルバ島に行ったがマリー・ルイーズの件があるため すぐに帰らなければならなかった。福井の後1815年、ワーテルローの戦いで敗れたナポレオンと最後の別れを、するため、6月28日、マリアはアレクサンドルを連れて、マルメゾン城を訪れた。マリアは1時間ほどナポレオンと過ごした。そして、彼女は涙ながら、セントヘルナ島に連れて行ってほしいと言った。マリアは、ナポレオンと別れた心痛が原因で、 食べ物をほとんど食べなくなっていった。彼女の体は痩せ細り、体調も悪化していった。その後彼女はナポレオンの、また、重低伯爵と1815年9月7日に結婚した。ドルナのからの熱烈なアプローチとプロポーズを何度も断っていたが、自分の弱っていく体と子供たちの将来を考え、しぶしぶ結婚を承諾した。ナポレオンは、セントヘレナ島に流されてから、 マリアの肖像画を飾っていたという。そして、マリアが送った指輪は、最後までナポレオンの指にはめられていた。その後、1816年6月9日、ロドルフ・オギスト・ドルナノを出産したが、人機能の悪化と彼との別れによる心痛から、彼女の体調は渋滞になった。食べ物をほとんど食べようとせず、痩せ細り、自分で動くこともできなくなり、死期が近いことを悟ったマリアは、 ドルなのに頼んで、フランスのブローニュの森に連れて行ってもらった。マリアは1817年12月11日に31歳で、亡くなった。アレクサンドルは後に、フランスに亡命し、外務大臣となって、重慶のナポレオン三世に仕えた。1970年には、マリア・バレフスカは偉大な愛国者の一人として、ポーランドで切手になった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。